まあ、今年シャーロットで行われたということは島本さんね、はい、やはりエクスパンションで新しいチームが増えたところにそのオールスターを持って、ね、もっと盛り上げようということなんでしょうね、はい、昨年がマイアミですから、はい、今年がシャーロットノースカロライナ州ですね、で来年は、オーランドに行くと、ね、やっぱりフロリダ州ですね、そういうふうにその後はおそらくティンバーウルブズだろうと、ミネソタへ、要するにそこでオールスターをやってスターを集めてみんなで、そこにあの NBA を根付かせるという施策ですよね、はい、うまいですね、なかなかうまいですね、ですから27チーム9回全体のことを考えているそうですね、いうところがね、はい、もううちだけ良ければという ね、 そうですね、ともすればプロの組織ってそうなりがちなんですけれども、はい、そうではないところを考えているのが素晴らしい、もうね地元意識を高めるためにいろんなことをするわけですね、はい、まあ、しかしスターたちが次から次とそのいつもとは違った柔和な表情でねこの会場に入ってくるところがいかにもオールスターらしいなという感じがいたします。まあ、レベルは違いますけども日本でもオールスターってあるんですよね、はいはい、雰囲気的にはこんなような雰囲気ですね、うん、普段ないシーンがね非常にたくさん見られますよね、そうですね、はい、これは練習会場の様子です。何でしょう、マイケル・ジョーダンにとってはふるさとですからね、あ、そういうことになりますね、はい、キングですね。さあこれが会場です。このフロアがね東京の開幕戦で作られたフロアと全く同じフロアなんですよ ね、 そうですねさてまずはスリーポイントシュートアウトからね、はい、ご覧いただきましょう。まあこれはなんといってもですね保持数圧巻でした。圧巻ですね。その圧巻の準決勝の連続19決めたこのスリーポイントシュートをご覧いただきましょう。ゆうきさん、はい、まずこの角度から5つ連続して決めたのがこれがリズムに乗る一つの、ね、そうですね、きっかけになりますよね。彼はプロを辞めてですね、こういうそのアトラクションの方に、ね、活躍したらいいんじゃないかと思うんですけどねそれはかわいそうですがこれは普通のボールを入れると1点です。そしてカラーボールを入れますと2点ということになります。各角度から5つずつのボールを投げて6箇所、これですね、このボールですね、はい、これが2点のボールです。16個目、17個目、18個目、19個目、そしてこれが20個目ですがこれが落ちるんです。残念でしたね、ちょっと長かった、はい、あの時はもう会場内もねため息がうわーって出ましたね、でしょうね。これまでの記録ラリーバードの11連続ですから、はい、このなんといったって破ってね新記録も新記録大新記録なんですが当面破られないですよね。そうでしょうね、さて今度は決勝をご覧いただきましょう。本日の決勝ちょっと決勝になりましたらね準決勝の出来が良すぎてしまいましたねポーターを相手にしてやるんですがまず本日からです。シカゴブルズの本日ここからが肝心な、ここが肝心なんですがこれ初っ端落としたの痛かったですね。そうですねこれリズムですからねシュートっていうのは、はい、島本さんは会場行って時間にご覧になってきましたけれども、はい、こういうそのこれは前日に行われるわけですよね。そうです、いわゆるオールスターサタデーですね、はい、でこの雰囲気ってのはどうなんですか。いやもうみんなですね、スラムダンクコンテストよりなんか今回はものすごいこちらがみんな緊張感持って見れたというところがありましたね。大喜びでした観客席も、まあ、土曜日に関して言えばこのホジスがもう大スターでしたね。そうですね、まあね、これだけ入るプレイヤーですからね、このプレイヤーをうまく利用したら相当シカゴもですね、レベルアップするんじゃないかと思いますね。うん、そうですね、はい、ただ点の欲しいところでやっぱりファイナルなんかでもホジスをポッポッと投入してましたね、うん、そうですね、やはりチームに1人こういうプレイヤーがいると非常に強みですね、はい、ホジス自身にとってはちょっと不本意な17点で ね、はい、ポーターが一体何点取るかなということで、不安だったと思いますね、ポーターはもちろん18点以上取れば優勝であります。マジックも見つめております。これ審査員ですよ全然タイプが違うシュートですよね。そうですね、
もうここでポーターはちょっとリズムに乗れなかったっていう感じがね、あるんですが、やっぱりホッジスと比べると、キレがちょっと違いますよね、キレっていかないっていう。という岡山さんとは異質のタイプのプレイヤーを見ていて、はい、どんな感じですか。羨ましいですね現役時代外から打ったことはどうですか。ないです。ないですか、はい、そうですね、しょっちゅうありましたよ。やめろやめろっつってもやっちゃう。ないですよ本当に、ね、打ったらね、交代でしたから何やってるんだってことでね。そうですか、はい、一番長いシュートで何メートルくらいのシュートを入れたって記憶ありますか。フリースローのそうですね、ちょうどラインのところがあって入ったのがありますね、まぐれで、はい、いや彼ねシュートうまいんですよ、はい、うまいんですけどもね、やはりその NBA でもありますでしょ、センターが外からパカッと入っちゃう、はい、リバウンドがいなくなる、はい、こういうことを絶対やってはいけないという意識がありますよね。ディバッツなんかも外からポッと打ちますもんね、そうですね、はい、ユーイングがやるじゃないですか、ね、ユーイングもいますね、はい、本日ご覧のように優勝を決めたというスリーポイントコンテストです。さて、この前日といいますとね、スラムダンクコンテストもこれ良いものなんですけれども、はい、OB 戦ですね、はい、オールドタイマーの OB の方たちがやるの、それから、スリーポイント、それからスラムダンクコンテスト3つですね、はい、まずはケンプです。これ決勝ですね、残ってきたのがディ・ブラウンとケンプという2人になりましたね、はい、ただ下本さんどうなんでしょうか、もうスラムダンクコンテストの創造性といいましょうかね、はい、それもそろそろアイデア限界できているような気がするんですよねそんな感じがしますねやはり会場内でも随分そういうようなね、うん、声が聞かれましたね。そこで考え出したのがディ・ブラウン、このご覧のようにですね、一つボールをリングの上に乗せておいて、でこれでそのダンクを決めようというね、ついにアイデアもここまで来たかというねマイケル・ジョーダンが2連勝してますよね、はい、このスラムダンクコンテストでね、あの頃は要するにその回転をしたりあるいは跳ね上げたりということで見せることができたと、ね、いう時代だったんですよね。それともっと前は前に障害物を置いてそれでジャンプしていくとかね、はい、そんなのもありましたけど今それは許されませんからね。ご覧のように、まあ、ダブルダンクと言いましょうかね、これを考え出してみました。まあこれ技術というよりアイデアの勝負と、そうですねいうことになりましたね、もう単純にその上から叩き込むでは全然評価が低いわけですね誰でもできますんでね、ですからこの辺のアイデア、そうですよ、いろんなことするわけですね。テンプはですね、これうんどんと行くんです。これはつまらないですね。そうそう、力強さあるんですが、はい、創造性に欠けるということでね、はい、パワーだけじゃもうダメだという、で得点も低くなってしまうんですね。ダンクも芸術ですからね、はい、芸術点がかなり上と占めていきますね。そうですよ、はい、でこれ面白いのが過去のね、そうそうたるメンバーが審査員をやってる、ね、10点満点でね、そうですね、後ろの方にちらっとその審査員席も見えますけれども、全員が ABA 経験者だったんですね、うん、はい、計らずもそうなってたという。これも結城さんちょっと難しいんじゃないですか。難しいですよ、やっぱり空中でですね、さらに空中で回転しますでしょ、うん、バランス崩すわけですね、うん、そこでケンプはですね、今度はどういうふうに考えたかと言いますと、後ろに掘り上げてドンバックダンク、うん、できましたね。これも実は簡単そうに見えて難しいと思います。これでもお客さんが湧かなくなってきてしまったというところにね、そうですね、ね、誰でもいいプロだったらやってるんだというところがね、はい、あるわけです、まあ、D ブラウンちなみに188センチですよで、ね、参加者の中で一番小さかったんですよ、はい、ね、ね、ですからね、日本にもいくらでも188センチぐらいのプレイヤーはいくらでもいるわけです ね、で確かドラフトは17位くらいじゃないですか。そうです ね、はい、
いや今のダンクがね分かりませんでね、何やったか会場にいると、ね、みんな浸透してるんですよ、浸透してるんですよ、しらけちゃってたんですね、後でこう見ましたらすごかったと、見てなかったという、そうなんです、もう一度スローで、これはスローで見ますと分かりますね、ね、さあ何をしてるんでしょう、目隠しをしてダンクをしてる、ノールックダンク、ノールックダンクってやつね、これが話題になりましたね、もう究極の姿であろうと、そうなんです、ね、あの後で彼に聞いてみたんですよ、はい、よくできたなって言ったら、いや実は薄めをあげてたんだとっていうようなことを言ってませんでしたというところで、このディー・ブラウンが今年の、優勝を飾ったわけであります。まあアイディアが勝敗を決したという今年の、スラムダンクコンテストでした。今年もスリーポイントとスラムダンクは賞金が、2万ドルですね、はい、あのダンク一つが2万ドルですからね、うん、さてこれはゲーム当日ということになります。本当に大きな会場で2万4000人収容することができますから、はい、ここへ入ったらどうですか、もう野球場のような感じなんですか、30分ぐらいかかっちゃうのね、でしょうね。そして今年2月10日といいますと湾岸戦争の最中に行われたオールスターでして、まああの湾岸地域に送られた兵士の無事の帰還を願ってこうして黄色いリボンをね、今の2人はゴールポストのところに飾ったということになります。いとこがあの湾岸戦争に行ってるということでね、でまさにこの時には地上戦に突入するかどうかという、ね、そうですね、もう世界中が固唾を飲んで見守っている時期だっただけに、まあ、こういうシーンになりましたね。これでですね、さあ試合だっていう時に我々も放送しててもなんか今一つこう盛り上がられなかったっていう感じにしましたよね。この直後の2月24日ご存知のように地上戦が開始されてしまったということになるわけです。さてゲームの方です。今年は第一クォーターはやっぱりそのなんて言いましょうか、会場のムードの中で少しあの湾岸戦争があるんだよというような雰囲気もあってね、そうですね、少しねなんかこう静かな第一クォーターになりましたね、抑えめの第一クォーターだったんですね。あの通常のゲームですとね、やはりそのウォーミングアップから、まあ、盛り上がって、ね、こう気分も最高潮にするのがゲームちょうど始まる前ですね、ですけども、まあ、このゲームの時にそういうその湾岸戦争の問題がありましたもんですから、みんな気持ちの上ではこうシュンとなってるっていうんですかね、こうしんみりしてるしまってると、そうですね、はい、ですからやはりゲームスタートしてもすぐには切り替えられなかったという感じがしましたね、はい、ただそんな中で石本さん現地ではどうだったんでしょうか、そのいろんなスターがもちろん出てるわけですけれども、この人に期待みたいな言われ方ってのはするんですかね。そうですね、やっぱりもう、ノースカロライナですから、もうマイケル・ジョーダン、ジェームス・ウォージー、要するに出身者にみんなも声援が集まってましたね。なるほどね、うん、むしろノースカロライナにプロの球団がなかったのが不思議なくらいですからね。そうなんです、ノースカロライナといえばもうバスケットという感じですからね、ノースカロライナ、ケンタッキー、ただね、もうバスケットの毒が隅々までにこう染み渡ってる州ですからね、はい、ですからこのノースカロライナのシャーロット、まあ、今まだ新しくできた球団で、チームとしてはそんなに強くはないんですけれども、観客動員ではもうとにかく全米ナンバーワンになったことです。100万人を超えてますからね、はい、大変なもんです、器も大きいと言ってしまえばそれまでのもんですけれども、
100万人と言いますと日本のプロ野球でも集めるのに宿泊するくらいの人数ですからね、はい、うん、そうですね、わずか82ゲームで100万人集めちゃうんですから、ね、その半分で42ゲームですからね、さあだんだんこの辺りからバークレーにエンジンがかかってきたというね、ところをご覧いただいておりますね。こうやって見ます。あ、これはねドミニクのウィンドミルダンク大失敗というね。これは NBA 歴史に残るダンクの失敗って言いますからね。そうですね、あのドミニク・ウィリギンスはオールスターの中のあのダンクコンテストの常連で、ダンクコンテスト優勝してますからね。優勝を飾っているというね。でドミニクと聞けば、アトランタのドミニクと聞けばもうダンクと誰もが思うほどの選手なんです、はい、もうニックネームがあのヒューマンハイライトフィルムですから。人間ハイライトフィルムがああいうふうにミスしたという、ミスしたというね。これは本当にねスターたちが笑い転げてましたね。もうずっこけてましたね。あの後の練習が面白かったそうですよ。あのみんな黙って全員がですね、アトランタの連中が全部リムのとこへ前にボコーンボコーンってぶつけてね、黙ってる。チームに戻った時に、はい、何も言わなかったそうです。そうですか。さてゲームの方なんですが、今ちょっとご覧いただきましたでしょうかね。このカーフ・マローンがね、これも不思議なプレーです。ケビン・ジョンソンが放ったスリーポイントシュートだったんですよね。そうそうですね。オフェンスブゴールテンディングを取られまして、結局これノーカウントになります。これよく見てください。このまま距離的には微妙なんです、微妙なんですが、はい、もう完全に角度が入った角度ですね、はい、これカルマローンが触れてしまいまして、結局終わってみれば116対114 2点差で、あれが入ってれば逆転だったわけですよ。です MVP はケビン・ジョーソンになるところだったんですけれども、結局ひっくり返すことがウエスタンできませんでした。イーストの勝ちということになりました。第4クォーターに入りまして、さすがというプレーが随分ありましたね。そうですね、